おはようございます、佐藤ゆりやです。はい、今日はロケで動画の撮影をしてきますということで、まあ、ちょっと朝早すぎないので、今日はちょっとゆっくり余裕があるので、こうね、スチーマー浴びたり、ちょっと丁寧にねスキンケアする様子だったりとかを皆さんに伝えていきたいと思います。いつも毎日これからね冬に向かって、私がそのスキンケアで大事にしてることの一番大きいことが保湿をすることです。で、特にもう本当に乾燥してきたので、本当に急いでる時はできないんだけど、なるべくするようにしてます。で、こう全体でスチーマーで肌を柔らかくしてからスキンケアすると、その日の、ファンデーションの持ちすごく良くなるので、とってもおすすめです。はい、という感じで、こうまずスチーマーをしっかり浴びていきます。はい、今日は動画の作品撮りをしていきます。はい、作品撮りっていうのは、それぞれの分野こう得意な人とか、まあ、プロの方でもプロでもない方でも、みんなで集まって一つのこう作品を作り上げようっていう、まあそれがお仕事じゃないとしても、私たちはこういう世界観を作りますっていうものを作るっていうものなんですけど、まあ、今まではね、その、まあ、仲いいカメラマンさんとかヘアメイクさんとやったりとかしていたんだけど、それは今まで写真だけで、最近ね、この中西拓也さんという方と縁があって知り合ったので、彼がすごくこうリールでね、こう音楽に合わせてショートムービーを作るっていうのがすごく得意で、素敵な動画を作ってくれるので、今日はその中西さんと一緒に動画を作っていきたいと思います。はい、冷水まで編みました。そしたら最近のスキンケアは、一番最初にこちらの高見スキンピール塗っていきます。これ塗ってから本当に肌の土台がすっごく整ったっていう感じが、もう本当に実感してるので、これはもう何本目だ、もう本当は月に1本ぐらいのペースでちょっとなくなっちゃうんだけど、定期的に使うようにしてます。これをね、一番最初、まあ、肌が真っさらな状態で、でこれをしっかりね浸透させたいので、これを塗った後は3分間スキンケアしません。なので塗ってから3分の間になんかこうできること、いつもやってます。はい、そしてじゃあ待っている間に最近のローション事情です。最近はね、この2つまた戻ってきました。どちらかを使っています。こちらがミンスのローションで、こちらがパッチュリテのローションです。ミンスはずいぶん前に一気に替え飲みしたんですね。なのでパッケージが変わってます。私はね、夏場だとちょっとこう保湿力がすごい高いので、ちょっとこう、まあ、もちろんもっちりしてすごく、まあ、夏も乾燥するのでいいんだけど、その時はいろいろ試したりしていて、また乾燥がすごい気になる季節になってきたので、もうこの2つに頼りっぱなしです。まあその他にもね、ちょこちょこいろいろなものを試してるんですが、私のベーシックアイテムはこの2つで、今日は以前このパチュイテで使ったことあるので、なので、今回ね、このパナソニックのナノスチーマーがこういう感じで、ここを付け替えると化粧水をここから噴射できるっていうものなので、こちらを使っていきます。このまま直接入れます。で、これが、3倍ほど手でこうやってねしっかりやるよりもしっかり浸透するということなので、こういう感じでいきます。このミストを押して、こういう感じでね、自分で浴びに行くんですが、特に意外にここばっかり私たち保湿気にするんだけど、おでこって乾燥してこう皮むきするとかではないけど、表情の関係もあったりとか、シワできやすいじゃないですか。シワっていうのは本当に水分不足一つあるので、一生懸命こうやっておでこに浴びてます。はい、こんな感じ。はい、もうこれだけですっごいもちもちになりました。はい、この後はもうこれですっごくもっちりしてるので、今日はこのね保湿をメインにしていくっていうことで、こちらのミーズのセラダーマイセンス、この美容液も塗っていきます。もう私ミースが本当に好きなので、特に冬ね、冬場のミースやっぱりすごいなってすごく感じるんだけど、ここら辺のね、目の周りの小じわのところとか、小じわができやすいところにこのセラダーマ塗っておくと
すごいふっくらするので、あとシワが入り込みづらい感じがします。ファンデーション、まあ、どちらかというと私この夜に塗る方が好きなんだけど、日中ね外にいる時間も長いのでしっかり塗ってきます。でこの後に塗るクリームなんだけど、まあ、もちろんねプラス保湿のものもすごくいいし、あのミースのデイクリームっていう朝用クリームもものすごいんですが、まあ、最近ちょっとこう化粧のりが良くなるために使ってるのはこれです。このねシャネルのル・リフト・フリュイド、これがなんかもう結構軽いクリームで化粧下地としても使えるんじゃないかなっていうぐらい、こう肌をピンとスムース肌にしてくれます。なのでこの上に塗るあのベースメイクすごくノリが良くなるので、これね朝使うのが大好き。なのでこんな感じでこう伸ばすように全体に塗っていきます。でね、もうこの年になるとね首の乾燥もすごく気にしてあげてください。ここに日焼けしたりしてどん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 ここもねシワシワになっていくので、ちょっと保湿してあげたりケアしてあげます。はい、これでスキンケアは完成です。はい、ではメイクしていくんだけど、そのメイクを一番最初に始める前に普段から必ずすることが、この空気をね良くするっていうのを最近メイクの前に必ずやっていて、アロマを垂らしたりとか、こういうアロマミストとかをねこうふわっとかけたりとかして、ちょっと空気を、はい、良くして、必ずこの高見のリップ、高見リップ、これをちゃんとしっかり唇に塗って潤わせておきます。リップはね乾燥する時期にも必須なので、今までディオールのマキシマイザー、キールズのリップ、あとこの高見のリップ、もうここら辺が私のもう大好きなリップケアアイテムなんだけど、おすすめです。はい、で今日はもう今もう本当にもちもちの肌を作れて、日焼け止め効果もあって美容効果も高くて、ファンデーションは今日こちらを使います。ちょっとね値段が高いんだけど、やっぱその分すごくいい、一日の終わりの肌がもうもはや美容液を塗っていたよねっていうぐらいツヤツヤになるのと、なんか今までにないぐらいの薄付き感、素肌っぽいけどカバーしたいって結構よく聞くんだけど、そういう歌い文句のファクッションファンデとかよくあるんですけど、さらに上をいく感じの素肌感でカバー力高めです。これすごい気に入ってます。で、今日はそのハイライトをしっかり粉でのせるっていうよりは内側からツヤってした方がいいので、あのこちらのねトーンとムーのカラーチューナー使っていきます。はい、そしておなじみの必ず一番最初に塗るこの日焼け止め RMK のこちらをパッと全体的に塗っていきます。はい、で今日は、動画を撮るっていうことでちょっとだけ気にしていることがあって、その今言ったねツヤの作り方とかは動画ってごまかしが本当に効かないので、ギラギラしたハイライトをこう顔にねバーって塗ってしまうと、次こちらを塗っていきます。塗ってしまうとすごいこうなんだろう、ギラッとした自然な感じはなくなってしまうんですよね、もうメイクからね。だから例えばこう結婚式の日とか参列側の人とかもハイライトガツガツに入れるっていうよりは、内側からこういう透明感とか輝きは入れてあげた方が、写真とか動画に残った時にすごく自然に生き生きしたあのナチュラルに健康的に肌がツヤツヤに見えるので、そこちょっと意識してあげるとすごくいいと思います。夜のシーンとかね、光がちょっと暗いんだけどライトがある時とかはもう結構ギラッとこうハイライト入れてもすごくそれはそれで綺麗なんだけど、今日はすごい天気が良くて日中のシーンなので、ちょっとヘルシーな雰囲気がないとアンバランスになってしまうので、はい、こちらを塗っていきます。これだけで結構いい感じにツヤツヤになってます。はい、そしてこのファンデーション塗ります。これは 1W という色で、もしかしたらちょっと私には色が濃いかなって思ったんだけど、
肌にのせて数分経って馴染んでくるとすごくこう自分の肌の一体化していくのか、なんかすごく逆にいい感じになるので、ちょっと今日はこのぐらい、まあ白浮きするよりはっていう感じかな。若干もう一つ明るくてもいいかなと思うんですが、内側にねこういう結構明るくなるものも入れてるので塗っていきます。これすごい分かりますか、なんか溶けるように馴染んでいってる感じ分かりますか。最近ねクッションファンデがもう当たり前すぎて、久しぶりにこういうリキッドタイプのファンデーションを使ってるんだけど、なんかやっぱりリキッドはリキッドですごいいいなって改めて感じさせてくれるファンデーションでした。はい、こんな感じで、普段だったら、まあ、ブラシでね、ちょっと今ブラシ使うんだけど、丁寧にこうやって伸ばしてあげた方が筋にならなくて綺麗に塗るし、適量が乗せれるっていうことで私ブラシ使ってるんだけど、指でも十分にフィットします。これはちょっと足りないところだけなじませるっていうイメージで使っていきます。必要なちょっと消したいところはこのシャネルのこれで、モヤモヤっとしてるところをここら辺ね、くすみとかちょっと大人の悩み結構みんな一緒なんじゃないかなと思うんだけど、ここら辺をしっかり綺麗にしていきます。はい、そして今日はこちらのね、シャネルのこのチークカラーを内側に入れていきます。で、ちょっと外の光って結構ね、すごく飛びやすいので、若干チークは濃いめに。でもその外側に粉を入れてるわけではないので、ちょっとまあ自然な感じでじわっと入るようにここに入れていきます。こちらの薄張りベール全体的にふわっとのせていきます。はい、そして今日はちょっと大人っぽくというか、ちょっとだけピンクベージュみたいなメイクをしていきたいと思うので、今日はここのベースカラーを使いながら、こちらのトーンのペタルフロートアイシャドウ02番こちらを塗っていきます。はい、このまずヒンスのこちらのマットシャドウでアイホール全体塗っていきます。目の下にも入れていきます。この明るい色だけをこの目頭に入れます。高原灯のロングラッシュトリートメントマスカラココアブラウン、こちらの色を塗っていきます。こちらはほんの少しだけ赤みを感じるあのマスカラになっていて、トリートメント効果高いので、私ね最近こう乾燥、まつげまで乾燥してちょっとこう勝手に毛先がくるんって入ってしまうので、ちょっとこういう美容液たっぷりのあのマスカラを塗っていきます。いい感じに抜け感があります。そして眉毛はこのセザンヌのものを使っていきます。今日はちょっといつもより若干濃い感じで作っていきます。結構ね、天気が良すぎる日は太陽の光が顔に当たると眉毛もうほとんど映らないぐらいになったりするので、ちょっとだけ存在感あるように作ります。これブラシがすっごい細いので使いやすいです。ちょっと眉頭を毛を立たせて、ちょっと生き生きした眉毛にします。はい、次にこの濃い色のアイシャドウを使ってラインを引いていきます。はい、これでメイクは完成です。でリップを塗ってないので、リップは着替え終わった後に一番いいものを選んでいくので、はい、とりあえず全体的なメイクは完成です。こんな感じで支度が全体的にできました。のんびりしすぎたら時間があっという間
後ろでルンバが掃除してくれてます。で今日はこのシャネルの164番ココフラッシュを塗ります。はい、こんな感じで今日はこれから撮影に行ってきます。バタバタしちゃった。行ってきます。爽快感いいですね。今回はいい感じですか？どんな感じ？めっちゃいい感じです。いい感じですか？前回とはまた違う感じですね。違いますね。前回結構シティな感じだったんですけど、今回は自然あの紅葉の下行きましょうか。はい、もう、はい、そう、はい、そう、大きいです、大事なさ、オッケー、向こう側に、はい。基本的に自分の好きな音楽をベースに撮れた映像に合わすみたいな。じゃあ途中で、あ、この人なんですか？そのイメージがこの感じっていう、うん、人とあと場所、うん、自分の持っている引き出しから選んでっていう感じですね、うん、葛藤があって、はい、トレンド曲を使うと、まあ、伸びるじゃないですか、ベースとして、うん、でなんかトレンドばっか使ってるとなんか知らない人みたい。流行りのやつばっかり使う人みたいな。そうだ、そこの葛藤がありますね。本当に好きだけど全然みんなが知らない曲はやっぱちょっと伸びづらくなっちゃうんで、どうしても。でやっぱその人のためにも伸びた方が絶対いいじゃないですか。確かに自分が好きな曲か、うん、世の中に合わせるか。あ、じゃあ前回そのこれでこう2本目はちょっとその通りです。その通りです。1本はもう確実にこれは来るだろうっていう曲を選んで、もう1個は雰囲気に合う自分が好きな曲っていう感じで。あ、そうです、そうです。そういう曲で伸びるのはやっぱりモデルさんが良かったりとか、その映像がいいっていう感じで伸びるんで、やっぱそっちは嬉しいですね。っていう。楽しみです。おーって思いましたもん。パソコンで届いてみて、あ、こういう感じになったんだ。いやー、ちょっと曲はむずいっすわ。マジでむずいっすわ曲は。いやでもそうですよね。はい、ということで撮影後無事終了しました。中西さんとね、撮影は2回目だったんですが、やっぱ2回目だからね、前回よりもすごいスムーズというか、なんだろう、やりやすかったかなと思います。はい、仕上がった動画はね、ショートとかリールとかそういうところでもアップしていくので、ぜひ見てください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。